切るとしんちゃんが仲良く豆腐とかぼちゃと落花生を食べてます。今は主に豆腐ですね。お、落花生持った。どうだしんちゃん、落花生他の子はまだ気づいてくれまっしゅ寝ぼけてる。あれ、しんちゃん食べないの？落花生食べないの？食べ方わかるの？おお、伸びした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 。いつも私はと、おお、あくびあくび、取るのが遅いんですよね。もう食べ終える30秒ぐらい前に取り出すから、実際食べてみて。今日はみんな案外フリーダムでなんか寝てるところがちょっとバランバラン。実はマルコはあのティッシュの下にいます。男の子たちはほんとモフモフだな。もう食べ終わっちゃったの？せっかく食べるとこ取りたかったね。まあ今あの昼間っていうか、あのまあ、ね、通常の食べる時間じゃないしね。ふわふわ食べない。ちなみに女の子たちです。いつもの重箱、ほら見て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 、ほらほら毛づくろい、あ、毛づくろいしてると思ったらただ食べてた。あのね、他の子たちを毛づくろいすることがあるんですよ。それをね、なんか猿みたいな感じで、それをね、一回あの動画で撮れたらなって思ってるんですけど。あ、かぼちゃの種食べてる。いつのかぼちゃの種まあ大丈夫大丈夫。でここにね、見てこんなちっちゃいとこで寝てんの。これ誰だろう。いただいた若い子のうちの一匹ですね。なんかこう光を当てたところだとなんかみんな綺麗に見えるな。カーテン閉めたところで撮ってるとなんかダークな感じになっちゃう。洞窟の中で暮らしてる感じになっちゃう。みんなね、ここのティッシュもあげてるんですけど、この下に敷いてる用紙何枚か重ねてるんですけど、雑誌とか、これをなんかねこう掘るっていうかなんていうかな、上の 3,4 枚をこううまい感じで掘って、ちょっとこう立体感っていうか、ちょっとそこを器っていうかなんて言うんだろう、あの3,4 枚をちぎってこう空間を作るんですよね。食べてる食べてる。お、マーサ？なーに？マーサ、隣にいる子レスキューしてあげてよ。レスキューって言ったら大丈夫なんですよ。あの狭いとこが好きだから、ね、こういうとこ寝てるだけで、決してあの挟まってるわけじゃないので。ほんと狭いとこ好きだよね、ハムスターって。見てこれ乗っかっちゃってんの。エミちゃんが、これルミちゃんかな、の上に。結局男の子たちが食べるとこ取ろうと思って急いで携帯取ったのに、もう食べ終わっちゃったよ。今あげたから、朝ごはんちょっと遅くなっちゃった。朝ごはんでもないな、もうな。落花生食べるとこ見たかったな。はーい、なんか出してる。
やばー。